というふうに僕は判断して、僕と知事は判断してね、まあ、今回混乱が生じてでもこの段階でもきちんと決めようと。でこれでダメだったらもうしょうがない、もう諦めますよ、もうこれで僕は落選ということになれば。だからそう対抗は立てて白黒つけてくださいねって言ってるんですけどね。だから状況が変わらないとかなんとかっていろんな人、まあ、確か石原代表も言ってましたけどもね、それは法廷協議会とか中身全然知らずにああいうに言われてるわけでね、今回は状況変えるどうのこうのっていうのは別に選挙やらなくても状況変えようと思ったらできるんですよ、法廷協議会のメンバーを変えようっていうのは。でも今回もう白黒つけてくれと、もうこれ以上だからいらないってなったら落としてくれっていう、もうそこですよ、重要なことは。だから向こうは大義がない、大義がないって言いますけど、落とすことに大義あるんですよ。もうやめようでいいじゃないですか、都構想やめようで、そこは大義ですよ。それ今度の、統一地方選挙とか市長選挙で戦うべきところは戦うと、そうやったら今落としてくれりゃいいじゃないですか、都構想ストップするんですから。そこがもう選挙の一番の 大義って言ったら、また読売が大義ってどうやってもしょうもない記事書いてましたけど、そこに理由必要性があるわけでね。だからなんかここで民意を得たからそれを状況変える、状況を変えるために民意を得るための選挙だとか、そんなんじゃないです。白黒つけてよと、有権者の皆さんと、ここまでずっと何年もやってきたんだから、これ以上また進めていってもいいのかね、もう無駄だったらスパンと切ってくれた方が役所も助かるし。そうですね、いや自民党とか民主党とかが出さないのは本当にダメだと思いますけど、一方でマック赤坂さんと橋本首相だけが戦うっていうのもどうかなっていう気も、それで大義っていうのもどうかなっていう気もするので、いやどう、きちんとやりますよ。で落としてくれればいいんですよ、うん、有権者の皆さん、まあ、マック赤坂さんだったら無理だと思いますよそれは失礼ですよ、はい、それは名首相になるかも分からない。ありがとうございました。みんな本当に笑い顔が絶えない大阪になりますよ